はい、どうも、こんにちは、達也です。今日はですね、以前から使ってたスマホのリングが壊れたんで、ちょっと代わりのやつを買ったので、それのご紹介になります。皆さんね、結構スマホの裏にですね、リング状のものだったりとかね、指を通すものをね、つけてらっしゃるかと思うんですけども、結構ね、私もこのモモスティックっていうのをね、使ってたんですけど、壊れたので、急遽ちょっと違うものを購入いたしました。このね、今まで使ってたモモスティックってやつはですね、金属製じゃなかったので、結構ね、他のものを傷つけたりとかっていうこともなかったですし、無線充電もね、対応してるやつだったんですけどね、ちょうどこの根元がね、ちぎれてしまいましてね、仕方がなく、新しいものに購入という形になりました。で、せっかく買うんでね、どうせならこのスマホの裏にですね、カードを挟めるようなタイプのね、新しいタイプのやつを買いましたので、それを今日はシェアしていきたいと思います。今回購入したのがですね、このカードも挟めるハンドストラップになります。取り付け方法としましてはね、こういうカバーの後ろにね、両面テープでこう貼るだけのね、お手軽なやつになっています。それではですね、これを実際貼っていってですね、使い心地とかそういったところをね、今からチェックしていきたいと思います。素材はですね、革と、ナイロンでできてるね、柔らかい素材でできてますので、ポケットの中にね、何か一緒に入れていても傷つけるっていうことはなさそうですね。で、とりあえずね、クレジットカードをね、実際入れてみます。で、とりあえずね、金属製のこのラグジュアリーカードですね、2枚入るかのね、チェックをしたいと思います。で、公式のね、ページにはですね、クレジットカード2枚なら入りますというふうにね、書いてあったんですけども、ちょっとね、こう見ていただくとわかる通り、なかなかね、入りにくいです。これはね、ひょっとしたら、ラグジュアリーカードがね、結構分厚い金属製のカードなんでね、それで原因かなっていうところもあります。結果としてね、ラグジュアリーカードは2枚入りませんでした。で、次はね、一般的なクレジットカードでね、チェックしてみたいと思います。で、この私持ってるね、アメックスのカード2枚ね、これでちょっと試してみたいと思います。結構ね、クレジットカードっていうのはね、エンボスって言って、数字のところのね、出っ張りがあるんでね、結局2枚入れるとね、ラグジュアリーカードと同じぐらいのね、厚みにはなるんかなと思うんですが、なかなかね、ちょっと入りづらかったです。結果的に言うとね、クレジットカード2枚を入れるっていうのはちょっと厳しめかなというところですね。1枚なら全然ね、すんなり入るんで問題はありませんでした。それではですね、実際にね、スマホのカバーにね、このカードケースをね、貼っていきましょう。で、実際貼る場合はですね、このスマホのカバーとか結構汚れたりね、油分とかついてるのでね、こういうパーツクリーナーでね、脱脂した方がいいですね。で、これを拭いてください。こういうね、スマホカバーに限らずね、結構こういう両面テープとかで貼ったりするやつはですね、パーツクリーナーとかでね、しっかりね、油分を取った方がね、長持ちしますんでね、こういうのは一度試していただけたらと思います。
状態でね、もう一回ね、クレジットカードを2枚ね、挿入したいと思ってね、まあこれやったんですけどね、まあ結構ね、貼った後からだとですね、まあかなり入りにくかったですね。なのでですね、まあどうやってもクレジットカード2枚っていうのはね、ちょっとここに収めるっていうのはね、厳しそうなので、まあ私はね、もうここにクレジットカードをね、ちょっと入れるのはね、こうやめようかなと思いました。入んない。無理。はい、というわけでね、まあクレジットカード諦めてね、まあこの免許証と保険証を入れることにしました。まあこれならね、まあ薄いしね、あのカードのエンボスもないんでね、まあここの中にね、しっかり入るかなと思います。はい、入りましたね。この辺は全然もうあの問題なく入る感じです。まあ2枚入れるんでしたらね、まあクレジットカードよりもね、こういう免許証保険証の方がね、まああのなり入りますしね、まあそんなにね、厚みもね、増えたっていう感じがないのでね、まあもう全然大丈夫かなという感じです。まあしばらくね、まあこのね、感じで使っていってね、まあ今後どうなるかっていうのはね、また何か報告があればね、シェアしたいと思います。またね、今後もこういったね、面白い何かね、カードケースとかそういったのがあればね、またぜひ紹介していきたいと思いますのでね、チャンネル登録並びに高評価の方お願いいたします。それではまた会いましょう。